今回は、ケンパチの唯一の敗北、に対する読者の反応集を紹介します。全部読んだ後に読み返すと、あの最強なケンパチが弱さを見せてるの最初で最後じゃない？最強の男が負け涙してるのいいよね。ブリーチの戦いの中でもここがマジで一番好き。負けて、残白刀としっかり向き合おうとしてるのも泣けてきた。残白刀との対話こそが重要だとわかる名勝負。残白刀との対話ができてなかったがゆえに、負けてしまうっていうのがいいよね。残白刀と仲は良かったのにな、ケンちゃん。ケンパチ今更だけど名前教えてくれ、ヤチル、名前つけてもらった側なんだけどどうしよう。挽回教えたらケンちゃん足しぬしな、よし、とりあえず司会は野ざらしにしとこ。ある意味すごい器用な具象化かまでは言ってたんだけどね、問題は残白刀いらねえって思ってたのがね。ケンちゃんが無意識なめくするようになったのは、おねしょたでお姉さん側が情けなかったのが悪いし。最終章まではなんで初期のイチゴなんかに負けたんだよって思ってたけど、宇野花さんとの戦いで真実を知ってから一気に味方が変わった。手加減 vs 手加減。どちらも本気でなめくしてた。普通の人のいい兄ちゃんに、ガチのヤクザぶつけたらダメだよ。もっと戦いを楽しめよ。てめえも俺と同類だろうが。喧嘩なら好きだけど、殺し合いはどうかと思う人です。たまんねえな。同類だろうがよ。戦いは嫌いじゃなくても、ちゃん一の想定する戦いって殴り合いの喧嘩レベルだろうし。負けたケンパチの回想からのもしかして多品だ？って思わせるとこかなり好き。完全に多品出る流れだったけど全然元気だった。まあジャンプ漫画にはよくあることだな。レンジごときとズタボロボンボンな戦いした次に隊長との戦いだし結構ハードな展開。この頃は逆転展開も綺麗に用意できてたからバランス良かったけど。アイゼンはその時ちょうどいい相手と当たるように計算してたって言うけど、ケンパチの強さがどんどん盛られていくから本当か？って思う。ケンちゃんはむしろいつ当てても大丈夫なキャラだし、その時の力に合わせてなめくして負けてくれるから。勝手に強さ調節してくれるから、レベリングに最適なんだよね。でも弱すぎるとつまらんってすぐ切り捨てられそう。この後の白夜も強かったから隊長の中だとそんなでもないのかなと思ってた。隊長各二人とやり合ってる。序盤で当たらないとやばかった。石田は眉りだしチャドは強弱だからな。後から強さ判明してくると普通に多比にそうな相手としか当たってない。この時ちゃん一に出てたドクロのオーラって中の人なんだろうけど、そうするとケンちゃんに出てたオーラって。二人の霊圧の高さをわかりやすく表現したかっただけで、そこまで深い意味なんてないんじゃね？ここおっさんがすげえサポートしてくれてるよね。ケンパチといいグリム城といい、戦闘強に気に入られがちなちゃん一。ケンちゃんも楽しい戦いの果てに他死んだり殺したりってなるのはいいけど、別に相手を殺すことそのものが目的じゃないしな。おっさん正体隠す気あんのかよってくらい色々サポートしてくれてたな。待機中に無数に飛び交うこの霊視さえも、足元に固めれば踏み台とすることができるのだ。チーム残月のスーパーサポートがなければ他死んでた。この時のちゃん一ブルーとブーストあるから、下手したら挽回より出力出てるよね。バレるとヤバいから血止めぐらいしかしてないんじゃない？残月のおっさんが少しの間なら血を止めてられるとか言ってて、残白刀そんなこともできるんだ。って思ってたらそんなことなかった。ソウルソサエティ編は名勝負多くてすごい。正々堂々のバトルは好きだけど、ガチの殺し合いだと引くちゃん一は、戦闘強キャラと相性がいい。ケンパチは少しずつギアを上げていく悪癖があって、ちゃん一がそれを上回るスピードで成長したから勝ったって、成田のやつで保管されてたね。途中で出てくる白崎いちご好き、残月の帯で剣飛ばすのほんとセンスあるわ。この攻撃も割とミスリードだよね。死神の象徴とも言える残白刀をここまで雑に扱えるのは、死神にいいイメージがない存在としてホローに繋げやすい。おっさんが霊圧蛇口の調整ちょっとミスってたら、やばいことになってたよね。やっぱ演出がクソかっこいいのよね。ケンちゃん戦の後レンジ戦だっけ？どこで挽回習得したんだっけか。ハゲ、レンジ、ケンちゃんの順番、その後兄様に負けて夜市さんと撤退して挽回しよう。ハゲ、レンジ、ケンちゃんのボスラッシュ連戦ほんと好き。当時中学生だったからもうここだけリピートして読みまくってた。ここら辺が一番面白いと思う。ケンパチとの遭遇シーンかっこよすぎた。ソウルソサエティ編のちゃん一はハゲ戦以外毎度多比に欠けてる。逆にハゲはどれも多比に欠けてる。ハゲはナメプ部分とスロースターターの部分だけ真似るんじゃねえ。ケンちゃん戦の時の絵が一番好きだわ。序盤の絵柄から美麗系に移っていく途中って感じで、硬さとかっこよさがちょうどいい。
なんとか勝ったと思ったら新たな強敵ってな怒涛の展開で、ソウルソサエティ編は毎週本当に面白かった。ケンちゃん初登場の時の絶望感ったらやばかったよ。イチゴに絡みつく黒いドクロのイメージ好き。あの絶望感いいわな。もう、髪の毛の先端に鈴つけてる設定とかもう忘れてるだろ。この設定戦闘強すぎて当時笑った。能力の説明も後出しもこの時からやってたんだけど、演出がかっこよかったのと、ストーリー展開がアランカル編以降よりずっと早かったからよかったのよね。そっか、ヤチルが残白刀だったのか、あれ？じゃあ散歩拳銃って一体？散歩拳銃は多分ザラキが剥ぎ取った元々の死神の能力で、その後ザラキの霊圧が混じってヤチルが生まれたんじゃないかと思う。まあイサネの反応からして厳密には残白刀ではないんだろうが、野ざらしの能力とかだったりするのかね。この世界には本当に不思議なことがまだまだいくつもある。残白刀が残白刀使えないって理屈はないから。ケンちゃんの硬さもおかしいよね。霊圧差とか言ってたけど死神組でそんな描写があるのケンちゃんぐらいだし。ここら辺当時の少年はたまらんかっただろうな。どっちも自分の力を1割も出せてない戦い。負けた後にヤチルの回想で、あの日から、あなたは私の世界のすべて、って言葉が最終章になって理解できるようになる。やはりブリーチは神、伏線の回収もすべてが計算づく。どんだけ長い伏線回収なんだよ、凄すぎる。この時じゃなかったら、ほんと無理だったな。最終的に両方全力出せるようになった状態なら意外といい勝負になりそう。というか結局最後のイチゴはどれぐらい強くなったんだよ。戦った相手が相手なのもあってよくわからねえ。聞こえるかイチゴ、奴の剣の悲鳴が、ヤチル悲鳴？嬉しい悲鳴ってやつならわかる。きゃあ、剣ちゃん楽しそう。まあ黄色い悲鳴ならあげてたかな？剣八くんも挽回覚えてないちゃん一に切られちゃダメだろ？アイゼンなんかその上位の挽回斬りを指一本で止めてるのに。切られないと楽しくないし、手加減しないと多品じゃうし。ケンパチ君は視界も覚えてないからセーフ。逆に挽回覚えたてのちゃん一だとザラキに勝てなかった説。挽回覚えたイチゴ VS ケンパチだと間違いなくホワイトさんが出てきて、実質白イチゴ VS ケンパチになるやつ。ケンパチさん、100%久しぶりに手応えあるやつだー。で最終的にボロボロになってから切り殺すわな。おされな上に王道少年漫画してたからな。ソウルソサエティ編のちゃん一戦はどれも面白い。この時はまだ実力不足だから、どんな相手だろうが真面目に戦う白夜に瞬殺されるが、それはそれとしてどんな相手でもナメクから入るケンちゃんには、潜在能力を引き出せればギリギリで勝てるとかいう師匠のバランス感覚好き。こういうのはキャラを隠すのが普通だったんだけど、ケンパチは普通に初期から登場しててこの強キャラ感、とんでもねえ。ケンちゃんは出すオーラや挽回の化け物感からして純粋な死神なのか疑問に思えてくるよね。というかあの挽回ケンちゃん、自身の姿も変わってるしあれどっちかというとレスレクシオンに近いよね多分。